今日はアイビステイントってアプリを使っていこうと思うんですけど、アイビステイントって基本無料なんですよね。ブラッシュの広告見れば18時間使えるし、フィルターもたくさんあるんですよ。なんだろう、メニューになるのやめてもらわないでもらっていいですか。スクリーントーンとかも使えるし、漫画も描けてしまうので、アイビステイントだけ使ってもらっていいですか。ランチってスマホ一つで本格的なイラストを描いちゃおう。僕が喋ってるから妨害しないでもらっていいですか。